いやー乱世,乱世どうも m r ター c h o でございますどうも安倍のしんですよろしくお願いしますはい武士ラジオでは歴史 y o u t u b e r m r ー b c h が歴史初心者阿部之進にいろいろ教えていきますはいよろしくお願いしますはい今回はいやー今回はですね「うん、あの鎌倉殿の13人」について教えてくれの回でございます久しぶりに来ましたね <laughs> めちゃくちゃ久しぶりでしょ一回あのねあの、うん、配信停止騒動があったから、はい、それでしばらくねちょっとありましたけど、はいはい、っていうかどうするイエス大丈夫なの <laughs> どうする家康の方が怖いんだけどもう今となってはもう一難去ってまた一難ですからほんとだよもう「鎌倉殿」の配信停止なんてさ、うん、もうなんか全然もうどうでもいいよ、うん、もう小さい小さい <laughs> こっちは今現在進行形でやってるドラマの主演が問題抱えてるんだからどうするんすかもうやんない急死しますとかなったらいやもうそうしたら絶望ですよ <laughs> <laughs> いやでもそれでそんなことになったらさ、うん、まあ俺らもそうだけどそれ以外にもいろんなところがこう、ね、地元とかでタイアップしてやったりとかいろんな人たちが関わってさ撮影とかやってるわけじゃん、うんはい、全てが無に着すからねこの問題はねいろんなその、ね、あの側面で見なきゃいけないから、はい、まあ一概にその、ね、タレントに罪はないみたいなことは言えないけど何、はい、かあったらもういろんな人が巻き込まれて不幸になるっていうことではあるので皆さんも慎重にね考えていただきたいと思いますがそれはさておき。 「はい、鎌倉殿13人」見てるんですかちゃんと。買ってんだからねこっちは TVD。 に。か日ね配信再開しましたけどなぜかね小出しなんですよそうそうなんかねいろいろ理由があるらしくて一気に全部出せないんだってねそうなんですよだから結局 DVD 見なきゃいけないそうなんです逆に言とおかげさまで DVD を開けて入れるという作業が必要だったので買ってよかったねっていうポイントが個あったんですけど見たのはですね31話から33話ですよ久しぶりに思い出しながらね見ましたけどめちゃくちゃ面白いところだなと思ってそうでしょその辺がちょうどね2代目の頼朝死んだ後でしょね そう頼家が死んだか死んでないかみたいな時にああ病気になってとうとう北条と引きがもう明らかに揉め出して佐藤二郎さんが退場してしまうという回がああ殺されましたか殺されましたよであそこでね出た疑問点なんですけどまずさ北条のところに行く時にさ一人で行くじゃないですかああはいはいはいらさ やっぱ、周りの人も止めてたし、うん、いや、マジで殺される危険性あるっしょみたいな、こんだけ揉めてる相手だし、ね、怖いんじゃないのって思ったんですけど次郎、うん、さんは一人で行ったじゃないですか、うん、あれ、理由なんかあるんですかそれから、手術上別に一人で行ったとかいうのは残ってるわけではないんですいや、手術で一人で行ってるんですあ手術で一人で行ってるんだ <laughs> そうなんです、そうなんです じゃ、なんか多少やっぱなんか、さすが北条一人の俺は殺さないだろうみたいな。のがあったんです。うん、まあね、なんか言ってたけどね、あのヒティさんもね、その。まあね、度胸なるとか見せてやるとか、プライドもあったかもしれないし。やっぱ、あの一応なんか、あれは法、と法要かな、あの法事。で、まあ、あの、行くっていうことになってるね、ちょっと僕ももうだいぶ。詳しく覚えてないんだけど、要は、その普通に、まあ、なんかお葬式とかさ、そういう系の多分ことなんですよ。その行事の中に。 まあそこそういう行事の中でやっぱり人を殺すっていうのは、まあ、うんはい、当時そのね仏教とかを、はい、あの今の我々ね日本人多分今現代の日本人以上に親近深いわけですよね。うん、や罰が当たるとかっていうのもあるし、はいはい、やっぱそういうことそういう場で、うん、やっぱり人を謝めるっていうことをするのはすごい罰当たりなことですから。なるほど。まあだからそういったところで言うと。うん うん、やっぱりそうね、うん、あのバンド武者は何でもやるんだみたいなこと多分言ってたと思うんだけど時政はね。 貴族出身ななんじゃいいかう説もあるわけ家柄で言うとやっぱりいいんですよね滅びちゃったから詳しいことが残ったな残念ながら分かんないんだけどでも一応研究の結果もともと京都の貴族が頼朝に従って関東に進出してきたみたいな説があるんでやっぱちょっとそこは認識の違いがあったのかもね。さすがにそこまでやんないいうくらいがみ合ってても現代時代ってそうじゃんいくらいがみ合ってても殺人事件って そう簡単には起こないですよう。だからねんかもし喧嘩してる間に呼び出されたとしてもささすがに命まで取られることはねえだろうって言って話し合いになるのかなぐらいの気持ちで行ってそしたらバンド武者はヤクザだったからそんな話し合いとかないよって言って殺されちゃったみたいな可能性はあるかもしれないですねそっかこっちは勝手に第三者目線で見てるからいや危ない危ないって思うけど当事者だったらいや別にさそっかそんないきなり超緊迫してるわけでもないし。 殺すまではねってまあ一応ねきさんもその鎧つけてね、うんうん、言ってたけど、はい、あんなまあなんかちょっとあったとしてもあんな軍勢に囲まれるなんてことは想定してなかったかもしれないですね。はいはい、あなるほどね。うん、し退場しちゃってね、まあ、嫌なやつ,だやつのキャラだったからあれなんですけど、うん、この最後までさその丸腰でいくぜみたいなこと言いつつ言ってたみたいな鎧着てるとかさうん、うん、最後までちょっとこの笑いを提供してくれるとか憎めないポイントを出してくれるキャラクターだったんですけど。<laughs> <laughs> 残り10話ぐらいでしょ。だ。ちょっとなんか早めに。 退場しちゃったかなもうちょっと見たかったな佐藤次郎さんの演技と。まあねまあねまあやっぱ頼家頼家の乳母として頼家と共に滅んでいったのは引きなんでああなるほどそうかそういうふうな見方なのかそうですねなるほどそこは残念だったっていうのとで次の話ですよ頼家まさかの大復活死んだと思って準備したら目覚ましちゃってでそっからこう包丁が焦ってさ取り繕ってさ最後こう 出家させ実際あんなことできんのだって頼家トップなわけなのに、うん、いやじゃあもう行っちゃってください行っちゃってくださいなことをさ、うん、通用するんすかって思いながら見てたんですけどあれはもう実際に頼家が出家したさせられたっていうのはあるわけでしょまあそうだねだからもう引きがいなくなった時点でもう頼家はだめなんですよ。<laughs> そうなんだ, <laughs> だ,だ結局頼家は、うん、あのただのなんだろうなもうお飾りでしかないので。ははははいはいはい、はい だって頼家自身が何かを成し遂げたわけじゃないんですよ、ね。うん、いやまあね、頼朝がすごかっただけ。はい、なので、うん、あの、そもそも忠誠心を持ってる人は少ないんですよ。くそうか。頼家に関しては。うん、じゃあもう引きの。 あの力でなんとかこう持ってるみたいなそうだねだからまあまあそうだね、はい、であとは梶原賭け時もねあのー死んではい頼家を支えてた人たちっていうのがもう有力者がいなくなっちゃったわけですよ、ねうん、はい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 だからもうどうしようもないですあれ。いやまじか、はい、そうか有力者の部下たちがいなくなっちゃうともうトップごとダメになっちゃうんだまああの時代というかねまあ頼家に関してはもうそうだねだから自分でその、うん だから頼家も一生懸命、なんかね、金銃集めたりしてたけど、あんなん、なんかもうね、若手のやつらしかいないしさ、発言力持ってる人なんていないんですよ、自分の周りにはね。だからその派閥を形成して、自分だけの兵隊を育てる時間がないうちに、さっさとやられちゃったみたいな感じなんですよね、はいはい。ああなるほどね、うん、そっか、もうじゃあ力がないトップだったわけで、もう火がなくなってしまった、そう、完全にね。うん、で、あのあと、よりえがどうなったかとかってえ、描かれるんですか、あのドラマの中で。あまだ 見てないま,まだ見てないですあので出てかされてえそれでその後具体的にどうなったかみたいなのああそれはもうもちろんはい修善寺にね、はい、押し込められてその後まあと頼家が、はい、あどんな最後迎えるのかはちょっとまあ見ていただきたい、ね、ああそっか、うん、<laughs> ち,ょちゃんと描かれるのかそれはそうよ修善寺ねうん あそ,うかそ,そう言っちゃってよりはおとなしく暮らしましたじゃないのね。それはもうそうですね <laughs> 残念ながらおとなしく暮らしてくれてたらよかったんですけどねやっぱそこは厳しくなるのねそうです。なるほどね今回の回 鎌倉殿の13人は結構さ、うん、あ誰々かわいそう誰々かわいそうって思いながら、うん、まあ見なきゃいけないドラマだとは思うんですけど一気にこのひなもかわいそうだったしひ、ね、なもね無理やり離婚させられるみたいな、ねうん、感じになってねかわいそうだったし、うん、あと新田さん田ねそう、うん、高岸さんはさこういい感じのキャラでさそう 視聴者の心のよりどころだったのにさうん、うん、最後悩んで悩んでさそうね自害するっていう映画方されてましたねそう,うん、うん、あそこ最後さ義時があん時相談乗ってあげてたらまさにそうでそういう映画方でしたね本本当当にねそういういだっったじゃん、うん、ちょっと ああ切ないあれは、あれは当時、俺は一年後こうなってるわけだけども、当時はどういう感想を持って見たんですかみんな？いやどうなんのね、まあ俺の場合はその一応まあ記録上のニタダアツネの最後っていうのを知ってるから、まあ自殺ではないんですよね。記録上自殺じゃないんだ。自殺じゃないんですよ。だからあのまあいろいろそれも結局揉めて、あの法上によって打ち取られるっていうことになってるんですよね記録的にはね。そうなんだ。だからニタダアツネがあんな仲いいのに、どどんなふうな感じで あの包丁に打たれちゃうのかなみたいな。まあ一応記録上ではなんかスレ違いがあるんですよね。そう確かそのえっと日向聡がえっと引き殺したじゃないですか。引きを殺してで時政がよくやったお前っつってあの自分のやかに呼ぶわけですよね。日向で褒美あげるよみたいな。聡は ええー、時政のところに行くんだけど、その前に、その頼家が、うん、あの北条殺せみたいなこと言ってたでしょう。言ってた、言ってた、言ってた。だから、ええー、多圧への部下が、うん、これバレたんじゃねえかみたいな。 バレて時政は褒美やるって言って呼び出したけどこの頼家によって殺せみたいな命令を受けてることバレて時政は田綱を殺すつもりで自分の屋敷に呼んだんじゃないかって部下が勝手に思っちゃった思っちゃった実際は普通に酒飲んでただけの2人はあそうなんだまあ多分その間に田綱もどうしようって悩みあったと思うよ頼家にはそう言われてるけどうょっとは付き合い長いしどうしようかなって多分内側では抱えてたと思うけど結局その時点ではまだ何も起きてなかった ターツネさんがなかなか帰ってこないみたいな結構遅くまで飲んでたみたいで,、うん、で帰ってこないとやられたかもしれないって言って自分の屋敷に戻って、うん、あのターツネさんやられましたって言っちゃったのだよえーちょっとおい早途中すぎその部下帰って,てこないから、うん もうこれやっちゃいましょうっつってでその新田達也の一族が「北条このやふざけんな」っつってうわって出てってで北条側も「えに何何?」みたいな「あいつら攻撃してきたぞ」っつってでやっぱその頼家にね命令されたうそ本当だったのかみたいになって達也を殺せってなって達也が殺されちゃうマジまた勘勘違違いいいかよ鎌倉時代多なそうっていうのが一応記録上の新田達也のなの あ,あ、そうなんだ。でもなんかそのすれ違いの感じとかってみたいさんもよくやるじゃん。うん、はいはいはい。だから今回ターズでね結構出番も多かったから、うん、結構そのねあの悲しいすれ違いみたいなのをやってくれるのかなって期待してたんですけど。はい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 。そしたらまああのすごいもっとなんか悲しいさ <laughs> そ<う>思いをさ言えずにさ、うん、悩んだ末に自害するっていうちょっと予想外のはいはいはいアレンジ加えてきたんでちょっと僕としてはまあびっくりしたって感じでしたね。はい、あ、なるほど予想外だったんだ。うん、予想外だった歴史知ってる人からすると。うん、そう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 。 ああそうなんだ。 そんなって結構大きな事件じゃないですかそれ描かなかったんだねそうだからねもし何かね三谷さんと話せるんだったらそこをなんでか聞きたいんだけどんでそういうそこんか三谷さんも好きそうじゃんそういう話好きそうっすよねだからあくまでターツネはサブキャラなんだよっていうことなのかちょっとねんでああいうふうな最後したのか聞きたいんだけどねはいはいはいなるほどなあれは辛かったっすねいやだからね結構かわいそうなね人が多いんで見るの辛いんすけどまあでもやっぱね 改めて見出したらねやっぱ面白いっすねまあおもろいからねそこはね一番おもろかったかなよりいいね退場するとこはちょっとまた続きで見ていきたいんで今回も復活ってことでいいですかまあ復活でいいっすよっていうか早く見てくんないとさ今年終わっちゃうからもう2年またぐことになるからそうだねもう急いでもう見ちゃいます DVD あるんでもう全部見ちゃうんで他の大会も見てほしいしねいろいろありますからほんと見たいのいっぱいあんのよたまってるんでじゃあこちらもどんどんじゃあ進めていきたいと思いますじゃ今回質問どうもありがとうございましたはい えじゃあいつものコーナー行きたいと思います、はい、えー、ミスターブシドの目安箱、はい、じゃあいつもね動画にコメントいただいております,あすえー、今回はですねあの、うん、どうするイヤスの天章大地震が起こった回にいただいたコメントでございますえこちら短いんですけど、うん、嬉しかったんで取り上げます、はいえー、ケンケイさん、はい、このラジオ好きだわ <laughs> なんだそれ <laughs> 研究員さんって結構普段もコメントしてくれてるようなイメージなんですよねし。してくれてますかなりあのしてくれてます。<laughs> でも今回このもうわざ,わざわざそれ言いに来てくれたはっきり愛を伝えるためだけにコメントしていただいたんでありがとうございます。<laughs> もう本当このラジオをねあの続けていくんでぜひ、うん、あの引き続き見てください。はい、結構届いてますこのラジオ愛がある人のコメント。そうだね。うん、うん、まあコメントはねすごいあの暖かいコメント聞けるなっていうのはね。はい。 うんありますけどね。いかんせん再生回数があんまり伸び伸びないからね。やっぱこうなんか狭く深くみたいなね。感じになってるからちょっと YouTube のコンテンツとしてはちょっと厳しいなっていう感じはしてますけど。なるほど。確かにでも愛ある人にちゃんと答えられるように頑張っていきます。ありがとうございます。続きまして伊藤マドさん。はトークライブ参加したかった。もう一度東京近郊で休日にお願いしますと。はい。ということでいただいております。このね動画上げた近くでトークライブやったんですけど、まあ東京 でね、平日やったんですけど、東京近郊休日で、うん、なんか年末にちょっとね、忘年会みたいな感じで。イベントやりたいなと思ってまして、それは休日に。ああ、いいですね。やろうかなと思ってます。場所も東京近郊になる可能性が、まあ、今のところね、まあ、ね、僕らが東京に住んでますから。やっぱそこは一番楽ですからね。はい、はい、はい。あと、なんかコメントで、たまにね、その地方のここでやってくださいみたいな。コメントもすごいあるんですけど。はい、はい、はい。あの、全然、あの、交通費と、あの、ね、場所代。はい。あの、その。 なんですか、そのなんで、なんですか。会場、会場費と交通費を負担していただけたら、どこでも全国行きますから。行きますよ。そう、だからもう、どうしても、おぶしとに、うちに来てほしいって言うんでしたら、あの、ぜひ、あの、あ、メールください。メールで、あの、やり取りしてもらって、その、そこだけ出してもらえれば、全然行きますから。そうっすね。もう、イベント出演を随時受け付けてます。ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。 で最後になりますアルテク DIY さんありがとうございますメインチャンネルとともにいつも楽しく拝聴しております普段ダウンロードして運転の仕事中に拝聴しているので評価ボタンを押せず申し訳なく思っていますミスターシドーさんにお聞きしたい素朴な疑問があります戦の現実についてですこれね三ついただいたんですけどちょっと全部紹介すると長いんで一個だけ取り上げます 大名やその御家人など、うん、名のある武将が戦の現場で自ら敵と戦うことって多かったのでしょうか、うんえー、例えば本田忠勝など武勇に秀でている武将は足軽程度に一対一で負けることはないのでしょうがそれでも囲まれれば何回かに一回は撃た,れし撃たれてしまうんじゃないかと思うのです、うん、そういう状況にならないように槍を振るっているのでしょうかとああいや、うん、でも結構普通に名のある武将とかでも最前線で戦死したりとかしてますからね、うん、はい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 、うん ゲームみたいにさ一人でわーっていくようなことはないにしてもやっぱ前線で戦ってることはあるんだまあそうだねやっぱ指揮を取ってるわけですから敵がこうバッて切り込んでくることとかもあるわけですからねあとやっぱ戦国時代は鉄砲あるから鉄砲当たることありますよね結構ねそうだよね鉄砲当たっちゃったらもう一発で退場なんじゃないのいやそうそうそう基本的にはねなんでまあやっぱり戦国武将で名を残している人たちっていうのは 戦場でね運の良さっていうのはかなりあるのかなと思いますけどね運よくたまに当たんなかったじゃああのワーってなってる中にいたはまあそれはもう間違いなく最前線で戦うタイプの人たちはいたと思いますよじゃあこう切られなかったとか鉄砲が当たんなかった運の強さもあるんだまあ多分ね乱戦になったらそういうことになると思いますよへなんか足軽とかが「いやちょっと田さん下がってください」みたいな「とりあえず下がってください今山味やばいんで」みたいなノリとかあったんですかね いやどうなんだろうな <laughs> だって、マジでやばいじゃん、そんなまあまあ、ね、ガチガチのとこにいたらね。うーん まあでもねその足軽たちもねやっぱ死にたくはないでしょうから、うん、基本的にははいまあそうだよねなんかねそこまで主君を守ってみたいなのはそんな戦国じゃいないんじゃないかなと思いますけどねそっかそんな余裕ないよね逆にね考えたで、ね、うんで、うん、なるほどじゃ結構あの名のある武将も前線で戦ってたよとうんそうなんですね信長の敗下でいうとねあの原田直政とかは一光宗との戦いで討ち死にしてますしはい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 ,はい、はい、まあそれこそね武田のねあの山形政景とかも普通に鉄砲で死んでるわけじゃないですかはいはいはい 鉄砲の射程距離って現代と違って全然ないから数十メートルしかあそっかひなわ銃ってなるほどそうなんだそうかそうかスナイパーライフル級ではないもんねそうそうそれに当たって死ぬってことはかなり前に出てるってことになると思いますよそうだねそれこそ森永義とかってね鉄砲当たって死んでるわけだからはいはいはい多分やっぱガッと敵に突き崩されたりするともう自分自ら戦うしかないっていうところはあると思いますけどねなるほどじゃあ質問の答えとしては結構戦ってたとまあだからねやっぱ生き残った人たちは運の良さまあとはそもそも敵に食って 突き崩されないように、はい、まあうまいこと兵を動かしてたっていうのはあるかもしれないですね。ああ、なるほどね。うん、頭の部分もしっかりっま。あまあまあそうだよね、多分ね。なるほど、面白い。すみません、質問全部読めなくて申し訳なかったですけど、いいぜひぜひコメントで、はい、質問ください<ー>よろしくお願いします。まえー、今回のコメントは以上です、うん。はい、ありがとうございます。 いやーありがとうございました今回鎌倉ど、うん、鎌倉どねちょっとね俺もやっぱこう思い出しながらなっちゃうから、ね、<laughs> そうだよね、うん、いやもうちょっと早く見てあの次の対話おすすめのね対話もコメントでいっぱいいただいてるねいやそうだよちょっと最近ねあの、うん、オンデマンドで軍師官兵衛が、はい、あのまた放送されるみたいな話題になってましたね話になってまして、うん、で軍師官兵衛といえば岡田さんですからはいまあ今回どうするいも大活躍したねはい岡田さんが主人公なんで ね、そうなんですよそ<う>やっぱ CM 効果ってあるのかねやっぱ軍師勘弁って毎回こう出てくるとね、うん、見たくなってきちゃうそ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 うどうすりゃいいのサーダマもあるしさ、うん、ちょっとどうしようかないやでも軍師勘弁早めに見ないと、うん、ジャニーズだから <laughs> 大丈夫ですかその中国の仕方 <laughs> <laughs> いやいついつねあの配信停止になるかまだまあわかんないですよこれ。ま本当おっしゃる通りです。だってねなんかあれでしょモスバーガーとかもさやめますみたいな言ってるわけでしょう。撤退する企業がね相次いでますから。じゃあそういう理由で早めに見ようかなその可能性も出てきました。いや本当に切腹夜中で本当にね。いや本当ですねだから DVD 買えば一番安全だっていうのはなんか改めて思っちゃいましたね。あとあとあとそうあの特典 動画が全部についててまだ見てないんだけどめちゃくちゃ面白そうだから特典確かに特典映像を見てそれちょっと感想話すみたいなのもいいかもねあいいですかいいですかいいんじゃないもう特典映像多分全部あるから DVD 買って後悔した人もいるかもみたいな話したけど全然後悔しなくていいかもしれないあじゃあ特典映像を見る会みたいなのやりますかあやったいいですやりましょうやりましょうありがとうございます引っ越しとかも終わったらねはいうん。 こちらで取り上げたいと思います。はい。いす,すいません、どうもありがとうございました。ではい、はい、じゃあお相手は、え、ミスターベストと、安倍ノでした。それではまたお会いしましょう。さらばじゃん